初めての赤レンガ倉庫です。ここに行きます。ゴールデンアートコンペティション in 横浜です。こちらではの方にアートをより身近に感じていただく機会を作るため、また新たなアーティストの才能を発掘するために発足したプロジェクトです。こちらになおなおの、もみの丸底のカバンを1点を展示してあります。特別審査員には私の大好きな片岡鶴太郎さんがいます。来場者の方々にも、審査に参加していただけますので、ぜひ投票の方をお願いします。こちらが赤レンガ倉庫の1号館です。今日イベントがやっててとってもにぎわってます。赤レンガ倉庫の1号館の2階です。ゴールデンアートコンペティション in 横浜2階に行ってきます。はい、会場内です。出展者のバッジをいただきました。とってもたくさんの作家さんの作品があってびっくりです。とっても会場も賑わってます。発見しました。こちらになります。もみの丸底先折りカバンです。こんな風に展示させていただいてとても嬉しいです。ぜひ皆さんご来場くださいね。素材は着物のもみという素材です。昔の人が日本の紅花で染めた、生地になっていて、今ではとても貴重な生地になっています。それを裂いて折って、カバンに仕立てました。ちょっと長い円柱型のバッグが特徴的なデザインです。レトルに時間に投票ボックスがあるのでよろしくお願いします。ゆっくり見てなかった。鑑賞できました。皆さんありがとうございます。なんか担当の方にもお会いできてめっちゃ緊張しました。たくさんの方がなおなおの先よりバッグを眺めてくださってとっても嬉しかったです。こちらは記念にいただきました。素敵な会場でした。ありがとうございます。